この動画は面接対策動画です。何度もこの動画で練習してください。回答時間が短いので質問を、一時停止を推奨しています。それでは、スタート。よろしくお願いします。それではただいまより面接を開始します。担当します人事の松川と、営業部の平下です。まず最初に自己紹介をお願いします。学生時代に力を取り組んだことを教えてください。我が社を知ったきっかけや知っていることを教えてください。我が社への志望理由を教えてください。この業界は他社もある中でなぜ我が社を選んだのですか？あなたの強みと弱みを教えてください。この強みを我が社でどのように活かし、弱みをどのように改善したいですか？座右の銘を教えてください。10年後自分がどのようになっていると思いますか？あなたは我が社をどう変えることができますか？あなたが使える資金が1億円あります。あなたはいくらまで増やすことができますか？なぜあなたは就職するのですか？これまでの人生で一番の成功体験と失敗体験を理由も含めて教えてください。あなたは組織の中でどのような立場になることが多いですか？あなたは価値観の違う人とどのように接しますか？最近感動したことを教えてください。最近のニュースで気になっていることを教えてください。あなたはコロナ禍でどのように成長しましたか？仕事において一番大事なことは何だと思いますか？不祥事や緊急事態が起きた際、あなたはどのような行動をしますか？あなたを色で例えると何色ですか？就職活動における成功とはどのようなものだと思いますか？卒業論文や研究の内容を教えてください。現在所属している学校に入った理由を教えてください。我が社の強みや戦略についてどう思いますか？
当社の新しいビジネスモデルを提案してください。希望するこの職種で一番大事なことは何だと思いますか？当社から内定が出るとどうしますか？あなたが持っている資格を教えてください。周りの人はあなたのことをどのように評価していますか？今日の面接は自分の中で何点ですか？最後に私たちに聞きたいことやアピールしたいことはありますか？お疲れ様でした。結果につきましてはまた後日メールにてお伝えします。それではご退出ください。